皆さん、こんにちは。緩和のピンコフです。今、夜中の4時です。え今日、私のテーマは、中国のタイプ003空母の建設状況。えご存知のように、中国は003航空母艦の建造を強化しています。2020年10月、衛星写真は、 バースに4つのセクションを発見しました。これは4つですね。1、2、3、4。各セグメントの全長は300メートルです。さらに2つのセグメントを追加して、この中、追加して、全長が330メートルになるでしょう。それは私の計算です。アメリカの キティホークの長さは326メートルです。つまり、003はキティホークよりやや大きいです。これを計算しますと、003の満載、排水量は8万トンであると推測されます。003はおそらく2つの戦闘機両端、 すなわち48機の J15 あるいは別タイプの戦闘機と4つの KJ3000A ワックスなどを装備することができます。中国の標準から見ますと相当に強い戦力でしょう。003の建設期間は7年です。このスケジュールによると建設は 2018年に始まり、2025年に完了、2、3年で海上行使が行われ、2027年が28年に海軍に引き渡されます。そのようなスケジュールでしょう。もちろん、003は通常動力です。原子力空母の建造には、 造船場の大幅な改造が必要です。例えば、過去のニクライフ、南、ウクライナのニクライフ、南造船場の改造と同じ、原子炉の一時保管施設などが建設されるはずです。しかし、今のところ、江南造船場では、このような兆候はありません。 この兆候はありません。それは非常に重要な話です。003の発電能力について、中国側の公式報告によると、704研究所は2万キロワットの蒸気タービン発電機セット、つまり蒸気タービンとデーゼルエンジンの組み合わせを開発しました。 成功です。003は6か8体を設置できると宣伝されています。合計で12万キロワットルの電力を供給できます。つまり、フォート、アメリカのフォートクラス空母の発電量を少し上回っています。中国の専門家は次のような結論をつけています。つまり、 電池カタパルトは003で使用可能です。私はここで結論を出しません。当局は003の電力供給,システムを供給システムを公式に述べていないからです。ご存知のように、電池式カタパルトは大きな電力消費を必要とします。 無論、非原子力空母に電磁カタパルトを使用することは絶対に不可能ではありません。ここで面白い分析はカタパルトの問題です。ここ、二つのカタパルトがある新城の海軍航空兵訓練センター海軍航空兵支援中心。 を分析します。えー、このコンピューターは逆さまになっていますから、どっちが左、どっちが右は私は判断できませんけれども、つまり、これを見ると一目瞭然です。こっち側、細い方が蒸気カタパルトです。その下には蒸気のパイプル2つ、 敷いています。比較的に狭いです。これ、アメリカの蒸気カタパルトを分析しましたら、分析しましたら、このような構造です。ですから、当然、こっちの方が蒸気カタパルト。広い方、こっち側は、電磁カタパルト,パルトです。比較的に、 広く、電磁専用システムは下にあります。これはアメリカの電磁カタパルトです。ここさあ、ここからさらに分析しますと、面白い現象が見つけます。あ、ここはおそらく蒸気の貯蔵倉庫でしょう。 一つ、二つ。この建設の経由ですよね。間違いなく蒸気の走行です。この画像を分析しますと、とても面白い結論が見えています。ここはおそらく J15、関西戦闘機でしょう。ここを向いているのは蒸気カタパルトでしょう。 蒸気カタパルトです。細い方です。で、3つの映像を分析しましたら、2回分の J15 の訓練は蒸気カタパルトを使っていました。この1回だけ J15 は電磁カタパルトを使っています。 二回です。二回目です。それはどのような結論になるですかつまり、いわゆる003は蒸気カタパルトの使用を諦めたという説には私は疑っています。中国は長い間、 蒸気カタパルトを開発しており、比較的に信頼性が高いからです。電磁カタパルトは完全に新しい技術です。アメリカにとっても、まだテストしようの段階です。ですから、003空母には、実験用で蒸気カタパルトと電磁カタパルトを 同時に使用する可能性はあるかどうか私は今考えていますこれにより信頼性が向上しますもちろん技術は発展しています本当に電磁カタパルトを最終的に使っても私は驚きません続けて観察しましょう 最後の質問は、最後の問題は J15 の生産量です。生産量です。確かに、えー、去年から今年まで増えていることがわかります。ここの相変わらず、新墳の海軍テストセンター,、えー、24個の格納庫があります。おそらく J15 はこの格納庫がの中に いっぱいになるはずでしょう。さらに9機の J15 が露天にあります。3機プラスここに合わせて9機。つまり少なくともこれまで34機を超えている模様です。しかし、最初の2隻の空母に装備する J15 の数はまだ48機に達していません。 一つの空母は24機、プラスさらに24機、そうしますと48機必要です。今の段階では34機しかない模様です。結論として003が服役を開始するまでに少なくとも7年8年かかるでしょう。多分海軍はこの間に他の戦闘機を選ぶ可能性も 一概に排除できません。これは今日の私のプロ,プログラムで検討している話題です。その次世代の関西戦闘機はどのような戦闘機を選ぶか、次の時間私たちまた一緒に討論しましょう。ありがとうございます。これは今日の話です。今度またよろしくお願いします。